呪うのか？俺のことを呪うのか？呪うのか？呪うんか？やあ、刹那啓介だよ。樹木やっていきたいと思います。その前に言っておくことがある。ちょっと収録ミスしてしまいました。パート何本分になるんだろうな。まあ、とにかくこれが多分パート4だったかな。あれどうだったっけ？とにかく前回のパートの次のパート、このパートになるはずだったやつが、ちょっとミキサーオンす、ステミキオンにするの忘れとってね、俺の声だけしか映ってないやったんで、そっちはボツにして撮り直しております。というわけでちょっと、先の内容はある程度理解してしまったんです。それを踏まえてみてくださいって言いたいとこなんですけど、俺物覚え悪いからね。正直、この次何があるかなんか、そんなに覚えてなかったりする。半分初見プレイみたいな感じにやってください。見てくださいか。うん、やってくださいは俺やけんな。やるんは俺やけんな。というわけで、プレイ。まあ、覚えとることとしては、次はあれで。ここから出ることが、次の目標というか、やることです。というわけで、いきます。出ていけ。ほんとこれなんか、青鬼で見た感があるよね。青鬼を、青鬼を思い出す感じがあるね。メモを見つけた。先生か。もうダメだ。もはや書く力もほとんど残ってない。これで最後になるだろう。謎の視線が。私たちもこうなるのかな。大丈夫。きっと出られるよ。というかここだけめっちゃ雰囲気違うんすけど。こういう緑を基本としたところからいきなりこういう赤いところに来る。怖いですね。なんかいきなり違うところにワープしてきた感があるもん。やばいところ来てしまった。ここがセーブポイント。とりあえずセーブしときかね。んでもって、この下はいけない、いけない。この上もいけないで。やっぱこれ調べないかんのっすか。これ調べないかんのっすね。はい、わかりました。はい。百目鬼一族の墓。あれ？道が、それにでかいお墓。百目？道めきよ。あれは道めきって読むの。え？私と同じ読み。あれで道めきって読むやな、さえちゃんの方も。名字の方ね。え？なにこれ？これは、さえ、早く逃げないと。あのやつや、あのやつや。なんか、こういう音が鳴ったら、それと逆の方向から追いかけてきてますよってことじゃ。あれと一緒のやつや。え？何？いいから早く走って。わかった。あ、来てる。なんかやばい来てる。タコみたいな来てる。逃げろ。いけるんか、これ。追いつかれるんだよ。早いぞ、あいつ。あ、いける。で、こう折り曲がって、そのまままっすぐ、ゴール。助かった。はぁ。もう追ってこないみたいだ。なんのよ、あれ。道は開かれるなんて全く嘘じゃない。知ってたんでしょ？え？隠し部屋のことも、今のことも全部知ってて、私をバカにするのもいい加減にしてよ。そんな、ひどい、私は、もういい。私一人でここを出る、弥生なんて。あ、選択肢出てきた。この樹木ってゲームはね、実は、マルチエンディングで、3つエンディングがあるんです。確か何だったかな？バッドに、ノーマルに、トゥルーだったかな？この3つ。多分、これ、選び方次第で、エンディング変わるんじゃないかなって思うんですよ。とりあえず、その3つとものエンディング見たいんで、今回は、あえて一番悪い方向に持っていこうと思うんで、死んじゃえばいいんだ、を選びます。さえ、はあ、ひどいことを言っちゃったな。後でちゃんと謝らないと。結局家からは出られないし、少し2階の寝室で休もうかな。
休んでいけるんかつか、できたよ、弥生。ちょっと待って、おかしいおかしい。こっちからの階段でこう上がってきて、こっちから来るんやろ。こっち階段なかったっけ。左側階段あったっけ。なかったらなんでこっちから来たんやって話になるもん。弥生いけるんお前。何があったん。ん弥生、ごめんなさい。私、ひどいこと言って。大丈夫、気にしてないよって、お前な。ちょっとこの弥生、目の色違うことない、これ。こんな色じゃなかったよ。ここさ、違うから。こんなじゃなかったよ、お前。非現実的なことに混乱してたんだよね。ごめんね、本当に。それより、さえちゃん。ここを出る方法が分かったの。少し遠回りだけど。本当？じゃあ、案内してくれる？じゃあ、まずそこの部屋の鍵を取ってこないと。鍵？あれ？こんなところに部屋なんてあったっけ？ふふ。そう。鍵があるから取ってきてほしいの。え？これどっちの方がいいんかな、これ。一緒に行こうと分かっただろう？なんだろう、どっちがいいんだろう、これ。多分これ罠なんよな。罠でなんかここ入って鍵取るところでなんかひどい目に合わせてやろうって、この何やったっけ、弥生が思っとんだろうな。だとしたら罠だろ。一人で行って罠にかける方がちゃんとしとるんか、それともなんだ、一緒に行ってそこで何かしてやろうかって企んどんか、どっちだこれ。あえて悪い方を選んで先にバッドみたいんやけどな。どうしようこれ。罠に引っ掛けるために分かったの方を選んどこうかな。あえて悪い方だと思われる分かったにしとこうかな。よっしゃ、部屋の中にあるから取ってきてね。私はちょっと疲れたからここで待ってるから。その言い方がちょっと怪しいんですけど、怖いんですけど。多分罠なんだろうなって思いながらも、行かないかんのか。いや、俺がそうしたいだけやけど。あれかな。え？やっぱり罠じゃ、やっぱ罠じゃこれ。弥生、なんで閉めるの？開けてよ。ふっふ。ふっは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 分岐には関係ないんかな。わからん。やっ、こっから、こっからもうちょい前にセーブなかったっけ、ね、もうちょい後にいいか。あら、じゃあカットしまーす。ここで一緒に行こうを選ぶんやな。もしかしたらこれはバッドエンドとか関係なかったのかもしれん。これ二人で入ったらどうなるんか。鍵はどこ？弥生。ふふ、さよなら、さえちゃん。え？く、え、なに？え？九条先生、え、なに？何があった？そして八重、偽物やけど八重消えた。八重じゃないわ。八重じゃない。弥生だ。さえた混ざってる。いや、何なの？待ってくれ。私は君に危害を加えるつもりはないよ。いや、近づかないで。私は九条、何やったっけ、石炎だったっけ、そんなかっこいい名前だったと思うんやけど、というものだ。決してストーカーではない。九条、読むたび忘れるような名前やなこれ石炎ってさ、石炭でいいじゃない、別に石炭先生って呼んだのかな大学教授の？知っているのかい？私のことを。あと、私は教授ではないよ。そう、なんですか？私、何さえだったっけ？何さえだったっけ？さっき出てきたのに。と言います。あなたのメモを読んだんです。なるほど。それで私のことを。私の本業は、怪異調査をすることなんだ。大学の仕事は臨時で教えているんだ。生前の話だが。
そうだったんですか。さっきは危なかったね。ありがとうございます。助かりました。あれはなんて読むか忘れたな。百目鬼でもいいかな。百目鬼って読みます。もうこという妖怪だ。近い人に化けて嘘をついて、その人の信用をなくさせる厄介な妖怪だ。まああそこまでなってしまうのは前だが。やっぱりね、分かってたよ。弥生が偽物だって分かってましたよ。目の色とかめっちゃ濃さ違うもん。分かってました。九条先生、分かってたよ。私はね、ちょっとあえて罠に飛び込んだんですよ。バッドエンド見る、バッドエンドかもしれないやつを見るかためにね。バッドエンジェルなさそうでしたけどね。はぁ、あ、ところで女の子はなぜこんなところに。で説明、まあ、説明の内容としては多分お兄ちゃんのカップラーメンを見て、あ、やばい、コンビニに行かなきゃと、買いでカップラーメン新しいの買いにコンビニに行かなきゃと思ったが、飛ばされてここに来て、でもでなんか意思ある、これ返そうかな、ポン、うわー、怒り役。なるほど、お父さんが持ってきた石に触れたらここに飛び、字は違えど同じ読みの名前の家に来てお友達と喧嘩してしまったと。なんで私の嘘が見抜けて、でもって本当のことまでわかるん。本当にストーカーなんちゃうん。いけるんすか。追いかけてきてたの後ろ。はい、よし、君の脱出を手伝おう。君一人では危険だしね。もちろんはぐれたお友達を探しながらね。本当ですか、ありがとうございます。とりあえずあそこにある鍵を私が拾ってこよう。ありがとうございます。便利っすね。この鍵が使える場所を探してみよう。はい、ありがとうございます。小さな鍵を入手した。やった、鍵か。どっか鍵しまっとったところなんかあったかなって感じやけど、小さな鍵ね。小さい鍵だ。引き出しか何かの鍵だろうか。あ、ドアじゃないんだ。小さい鍵、小さい鍵、小さい鍵、見つけた。ってここっぽいんだ、なんか。やっぱりなんか、わかった、なんかわかった。引き出しってことは机なんだろうなと思いながら、ここに入ったら机あるもん。鍵を使って引き出しを開けた。当主の日記を手に入れた。当主の日記。何月何日。今日、我が一族が、祀っているだったっけ。あ、これあれじゃあもう。視聴者さんになんかコメントでもらったな。これなんて読むって。全然覚えてない。なんか視聴者さんのアドバイス、全然、有効活用とかいうか、受けて、なんか、ちゃんと使ってないな。なんかすみません。アドバイスしてくれている視聴者さんに悪い。ご神体、エガンシンが、エガンシン、すごいな。が、何者かに盗まれてしまった。しかし、盗んだものは愚かである。我らの術から逃れられるものなどおらぬ。エガンシンを盗んだものが分かった。我が化身、六道一族のものだった。六道一族とかおるんだ。なんだろう。化身からこのようなことをする者が出るとは。家臣からじゃないこれ。読めたら。今更やけど。あれなんだろう、どう読むこれ。この一族とは縁を切ろうと思っている。味方だったんじゃ。百目鬼一族の。これはどうやら、それは、この家に住んでいた当主の日記のようだな。あ、電気消える。と思ったら消えはせんかったけど。へい。またこの空気。なんだこの強い力は。姿を保っていられない。サエ君、とにかく逃げるんだ。はい。逃げるだって。早く逃げないと。とりあえず一回に逃げよう。一回？勝手に動いてくれよ。何これ。やばい。なんかやばい。何？いや。来ないで。あの光景、夢で見たのと同じ。あ、そうなんじゃ。あの夢か。
確か反対側の通路の奥に赤い扉があって、今はとにかくそこまで逃げよう。あっち来るんすか、来るんすか、来るんすか、追いかけてくるんすか。隣の赤い扉、逃げられるのか、こっちは逃げられるのか。あーやべえ、やべえ、やべえ、やばいっす、やばいっす、やばディ、やばディ、やばディ、ガバディ、ガバディ。これ赤いか、本当に赤いか。やべえ、やべえ、来てる来てる。10、これ普通襲われとってもおかしいな状況なのに大丈夫なんですね。数字は何だったっけ。2102、これでしょ、あの冒頭にあった。入ったー、いけた、セーフ、バルセーフ。危ない。もう何なのよ一体。君の追っているみたいだな。なんで私、なんでだろう、飛ばされたことといい、なんでだろう。鳥、鳥は霊の通り道である。同時に生きている者にとっては異世界への門でもある。鳥ってことはこれ異世界に繋がってんちゃいます。いけるんすかこれ、異世界って。異世界に行かないかんのこれ。呪いの正体、呪いは術を行う本人と呪いの対象である人物との間に負の力を運ぶ精霊が存在することによって成立する。精霊度が出てくるんだこのゲーム。術者の力を超える呪いの儀式を行った場合は代償として同じ呪いが自分に返ってくる。呪いを跳ね返された場合も同じである。よくわからん話になってきました。お札、力のある者がお札を作れば魔除け効果がある。部屋の壁などに貼ることで疑似的な結界を作ることもできる。じゃあここ結界みたいになっとって安全なんか。やったー、もう出ない、この部屋から出ないっす。出なくていいよね。セーブポイントがあるけど先にこっち調べたろ。あ、これ大きなハサミ、それは断ち切り、なんて読むこれ、なんて読むこれ、ハサミじゃないよなこれ、絶対ハサミちゃうよなこれ、ハサミなんこれ。なんこれ、なんて読むこれ、断ち切りバサミって。これ武器とかにならないですかね。はっはっはっは、相手はこの世のものではないんだ。何とかなんて持っていても荷物になるだけだよ。そうですよね、荷物になるだけって、ハサミ、普通のハサミの大きさだったら荷物になるほどでもないだろ。ポケットに入れとくとかしたらさ、ってことはどんだけでかいん今の断ち切りバサミって。断ち切りバサミっていうか、断ち切りっていうか、もうぶっ切りで、ぶっ切りじゃない。俺の予想じゃ剣ぐらいでかいハサミを想像したんやけどさ、断ち切りバサミじゃなくてぶっ切りバサミやな、それだったら。よくわからん、なんて読むかわかりません。調べとこうかな。次セーブどこにするんやったっけ。4かな。確か最初の死んでしまえばいいっていう選択肢選ぶ一つ前のセーブってここからだったと思う。あれがもしかしたらエンディングに関わるとしたら、一周やった後にこのセーブをやったらすぐにその選択肢のところに行けるけん、これは残しておきたい。ファイル3ね、つまりまあファイル4にセーブと。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。